単位を攻撃する敵の傾向が予想される。防衛部隊の戦力は正確には不明だ。敵は公爵閣下にあたらず。ゲラルト、よく来てくれた。何単位を攻撃するか。奇襲の計画について聞きたい。説明してくれるか。我々には2つの目標がある。閣下の姉君の発見と吸血鬼を脅迫した連中の捕獲だ。団体員はよくある構造をしている。建物が数棟、それを取り囲む城塞、中央に天守が立っている。少し前に白爪の騎士ロデリックにより復旧された。ここを攻撃し正門を突破し、急襲によって城の前の区域を確保するつもりだ。団体員を守る兵力はどれくらいだ。ロデリックは防衛用の騎士団を抱えている。軍隊ではないが数十人はいるかもしれない。さらにロデリックは最近異国の傭兵団を雇い入れた。そいつらについてはほとんどわからない。シントラ人の手下だな。町で何人かと出くわして俺を殺そうとした。両方同時に狙う。お前は敵防衛隊の注意を引け。俺は裏に回り女性を見つけ保護する。お前の攻撃を合図に城壁を飛び越える。その計画だとお前が大きな危険にさらされるが、いいだろう、やろう。始まったか。急げ、ロデリックの馬を盗んで逃げるぞ。前線の連中が持たなければ遠くには逃げられん。そう焦るな。予定が少し変わった。他に馬を用意させ逃げようとしている。そうはさせ。衛兵の姿は見えない。きっと今なら手薄なはずだ。クソ、これは何だ。今攻撃場所に住み込め。木箱を早く運べ。逃げようとしている。誰か距離だぞ。攻撃をやられた。行くぞ。ゆけ、ゆけども殺せ。もういい。そう簡単にはやられてたまるか。私は何もしていない。いや、お前は悪党どもを囲い込んだ。シントラ人の手下はどこにいる。やはり奴らを城に入れるべきではなかった。人質はどこだ。女は何。 どういう意味だ。人質など知らない。きっと小細工に違いない。私の客人の
奴らはどこにいる？天使だ。逃走に備えている。一緒に誰かいるか？シアンナという名の女は？いる。彼女に説得された。奴らを受け入れろと。おまけに山ほどの問題と一緒にな。彼女はどこだ？荷造り中だ。一緒に逃げるはずだった。私はバカな老いぼれだ。彼女のためなら何でもした。彼女も天守にいるのか？そうだ。彼女の部屋は塔にある最上階だ。私はどうなる？ほら、傷を抑えろ。出血が止まるはずだ。ありがとう。一体どうした？いたぞ！抜け出せ！一度だけチャンスをやる。降伏しろ。あの女のせいでこんなことに。殺せ！攻撃！奴らには犯した罪を償ってもらおう。ここで二人に会うとは思わなかった。力になれるかと思ってな。それでウィッチャー、時間がない。レナはどこだ？中に入ったらいろいろと答えてもらうぞ。では行こう。レナ、怪我はしてないか？もし奴らが。知ってるでしょ、私はそんなに弱くない。
あなたが来るのを待ってたの。どこを探すか分からなくて、殺すと脅されて。許してくれ、失望させた。あとはあんなヘンリエッタの姉を見つけるだけだ。どこを探す？心当たりは？団体員の上主ロデリックに会った。シアンナの居場所を聞いた。では言え、そして保護しよう。時間がない。塔の一部屋にいるそうだ。まさに今我々がいるこの部屋だ。ちなみにとても牢屋には見えないがな。しかもたまたまワインで満たされたカラフがある。おそらく盗まれたサングリールだ。何が言いたいの？しらばっくれるな。分かってるぞ。お前の計画もこれがその一部だったことも。これはどういうことだ？デトラ君、お前は騙されてたんだ。頼む、我が友よ。まずはゲラルトの話を聞いてくれ。レナは本名じゃない。ここにいるのはシアンナ、トゥサンの公爵、アンナ・ヘンリエッタの姉だ。なんだと？一体どういうことだ？シアンナは子供の頃にトゥサンから追放された。だが最近戻ってきたようだ。団体員に住み着き、ここから続行しきっていた。そして自分のためにシントラ人と呼ばれる男をボークレールに送って公爵家のワインを盗ませた。その男が彼女につながったんだ。そいつはシアンナが父親からもらった宝石も盗もうとし、そこを捕らえた。すまないデトラフ、彼女はお前を利用したんだ。シャノムナに来て全て説明してもらう。拒めばボークレールを壊滅させる。絶対に約束は破らん。猶予は3日間だ。待っているぞ。飛び去ったのか？頭を覚ましに行ったんだろう。何をするか分からなかったからな。奴は本当にボークレールを襲うと思うか？何とも言えない。彼は怒りに駆られると予測不能な時もある。会いに行くわ。何？そんなことをすれば。私ほどデトラフを知らないでしょ。言われた通りにしなければ彼は本当に町を破壊するわ。造作もないことよ。両親が傷んできたか？たとえ遅くても両親がないよりはいいでしょ。そうだな。確かに最善の選択に思える。閣下、慎重にお進みください。部下がここで吸血鬼を見ました。まだいるかもしれません。吸血鬼がどうであれ、姉はここにいる。見つけなさい。閣下、あれは。アンナ、本当にあなたね。お姉様、何に巻き込まれたの？心配してくれたなんて驚きね。真実は欠片でもあるのかしら。お姉様のお怒りなのはごもっともです。でも約束します、必ず一緒に過去の不幸な出来事を全て乗り越えると。それは後ほど話しましょう。ダミエン、シアンナを宮殿にお連れして戻り次第話し合いの席を設けます。仰せの通りに、閣下。それとウィッチャー、感謝します。姉がこれほど近くにいたとは信じられません。
団体員のロデリックには反逆と脅迫の責任を取らせます。ロデリックは吸血鬼と同じで利用されていたのです。恋人を誘拐したのが誰だったのか判明したのですか？シアンナが吸血鬼を脅迫し、あの者たちを殺すよう命じていたことが分かりました。何ですって？一体どういうことなの？彼女こそ行方不明の恋人だったのです。誘拐を演じて彼に無理やり命令を実行させた。デトラフはただの道具で、全てシアンナの企みでした。間違いだわ。そんなこと真実のわけがありません。閣下、私はこの吸血鬼を知っています。何ですって？誰なのです？デトラフです。つい先日宅を囲んでナザイルの話をしたあの？他に何か話し忘れていることはあるかしら？ゴルゴン山に住むドラゴンは？他にも吸血鬼がいるのじゃなくて？彼は今どこに？シアンナを待っています。期限までに彼女が姿を見せなければボークレールを破壊すると。つまり脅迫ですか？閣下、シアンナを引き渡す日まで3日あります。それに。お黙りなさい。3日以内に彼の首を持ってくるのです。もう秘密を持つことも吸血鬼を助けることもなりません。私が必要なのは怪物の首のみです。